はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トロピコ5、続きをやっていきたいと思います。レオン・ケーンが暗殺されて、新しいミッションですね、観光客を島に呼ぶというのができたところになります。少し見ていきましょうか。プレジデント、悲しい知らせがあります。レオン・ケーンが殺されました。我が国の海域で彼の乗った船が沈められたのです。生存者はおらず、誰の仕業かも分かっておりません。ということで、目的256人の観光客を島に呼ぶで、報酬がミッションクリアになってますね。で、タスクが少しあって、高級娯楽施設を新設する。高級娯楽施設、これか。オペラハウス、カジノ、キャバレー、あー、古代遺跡ね。これね、新設するだから新しく作んないといけないんですよね。博物館かな。じゃあ博物館を作りましょう。博物館ここら辺にしとこう。向き的にはこれでいいよね。とあとね、ちょっとね、区画整理をねしたいんですよね。今ここが宮殿で、この隣にね農地があるんですけど、砂糖、これも破壊しよう。でこれトウモロコシ、ここも破壊しよう。で農地はちょっと右上の方に持っていきましょう。こっちの方とかね。ここは何だったっけ。ココアか、ココアか。この2つどうする。この2つも破壊するか。オッケー。で、ちょっと時を進めましょう。でバッサーっと、もうバッサリいきましたね。でだいぶ空いたんで、ちょっとね、こっちはもう少し高級志向にして、でさらに、ここが防気サイトでしょう。こっちを進めていきましょう。まずは道路、道路を縦に伸ばすと、道路を縦に伸ばす。で防気サイトをくっつけて、で防気サイトは、まあ、普通の鉱山でいいよね。自動鉱山にする必要はないと思うんで。で油田もつなげられそうだから、油田もつなげちゃいましょう。油田はあれかな、こういう風につなげるのがいいかな。くにゃってなっちゃった。で、油田はどういう風に取れるの？石油。いや、これだな、高い。これにしよう。ポイント。で、あとはよ。あとはね、ちょっとね、鳩場のね、稼働が良くないんだよね。だから、まず養殖しよう。養殖すればあれもできるか。流し漁みたいな。よし、これを3つやりましょう。そんなに高くないんでね。1300円くらいだから。で、港ってちなみにどうなってたっけ？あ、特に何にもないか。あとできるとすれば、まあこんなもんか。ちなみに、おすすめ建造物は教会ね。じゃあ教会を作るか。教会、これか。大聖堂っていうのもあるよ。1万7000とか高すぎる。ちょっとやめよう。教会だな。で教会はこれどういう形、あ、これどっちだ。え、なにこれ、どっちから入るのこの教会って。入り口はすっげえいろんなとこにあるんだけど。え、こういう向き、正面とかがいまいちわかんないんだよな。これ多分裏のお庭みたいな感じじゃないの。まあいいや、こういう向きにしとこう。え、なんかこういう感じのような気もするな。こういう感じか。よし、ここに置こう。 OK。 で一回また時を進めましょう。電力を増加させるって、電力ってさ、もう一個作んないともしかして増えないかな。驚愕の事実が判明しました。あの一見なんてことのないガラクタの正体はソ連のミサイルだったのです。ミサイルをどうするか。ソ連に引き渡すというコードプラス10、一族を派遣すると5000円。ソ連が下がってアメリカ増える、ソ連が下がってアメリカも減る。でもさ、自国に保管するとどうなんの。ミサイル両方の有効度が減るってことはさ、何かのメリットがないとあれだもんね。いや、どうしよっかな。まあいいや、とりあえずソ連に引き渡そう。
で、ここら辺がね、だいぶ空いたからね、もうちょっとあれになってきたな、管理が分かんなくなってきたな。これなんだっけ、ヤギ。あー、1500円でできるのか。ちょっと待って、やろう、これやろう。プレジデンテ、我々は空を飛ぶことに成功しました。こいつはいわば上に向かって落下するようなものです。今まで誰も思いつかなかったのが不思議なくらいですな。さらに我々は着陸という技術も習得しました。こっちの方は普通の落下と大体同じですが、痛みがやや少ないようです。で、飛行場がアンロックされたということで、飛行場ただ高そうだからね、ちょっともう少し待とう。これこれで、これなんかやってたりやってなかったりだな。よし、 OK。 ちょっと1万円になってきちゃったから少し様子を見よう。金が減ってんな。待って、支出、うお、支出がめちゃくちゃ多い。で、汚職ってなんだよマジで。汚職の量が半端ない。あー、ただすんげえ金が入ってきたな、いきなりやっぱり金だな。金と宝石工場だな。国際研究プログラム400ポイント、 OK、 ありがたい。あ、電力はもう勝手に増加したんだ。で、今あれが来たね。同志プレジデンテ、苦境にあえぐソビエトの同胞に寄り添おうとするあなたの決断に私の心は感動で打ち震えております。葉巻を 90% の割引価格5000ユニット、ソ連との交易ルート、まあいいや、やっとこう。押し寄せる観光客からもっと効果的にお金を絞り取る方法があるわ。飛行場を所有すると、まあこれは金が貯まったらやろう。まず葉巻だね。葉巻なんてさ、ちょっと待って、俺あったっけ、タバコみたいなの、どこで見んだ。あ、これだ。まず嗜好品だよね、確実に。お酒と宝石しかないから、天然資源でトウモロコシ状と豚、月間生産量とかないね。まずちょっと一回時を止めて、タバコを作ろう。タバコ、うわー、こっち真っ赤っかだな。タバコはまあ緑か。いや、こっちの方には作りたくないしね。少しまあ遠くなるけど、じゃあタバコをここに作りますか。1個作って、で、嗜好品だよね、葉巻工場、これも作ろう。ここよし、 OK。 で、こいつらがまあ生産してくれればいいけど、あれだね、建設業者と運送業者がどうなんだろうな。1個建設業者作っちゃう、ここら辺に。ちょっとで、運送業者もういいや、併設しよう。で、建設業者に関しては即立てしよう。建設に動いてもらいたいからね。布告の発令はね、確かね、研究ポイントがまだ足んなかったと思うんだよね。新世界機構によって没収されてしまった。我々は慎重にことを進める必要があります。バナナ3000ユニット輸出、バナナの価格が5年間倍になる。お、いいね。俺バナナはあったっけ、バナナでなかったよな。天然資源だよね、バナナ。いや、ないわ。バナナも作ろう。農園、バナナ、まあ、バナナはここら辺であれば全然大丈夫か。工場の近くにバナナってどうなの、ちょっとあれだから、まあ、ここら辺に置いておきますか。ほい。バナナの即立てって1400円か。いいや、ちょっとやっちゃおう。で、バナナはもうどんどんあれも上げよう、予算も上げよう。あとは輸出を待つだけだな。
助けが結構来るね。まったく、民がその身をわきまえ、神や指導者を敬う心を持っていた古き良き時代が懐かしいですな。禁酒法発令？俺酒作ってたよね。ちょっとどうする？布告ってどっから行くんだっけ？ここだよね。禁酒法、犯罪発生率が大きく上昇します。酒場とかナイトクラブとかラム酒、これさ、禁酒法発動したらさ、いつ解くことができるの？いや、やっちゃおう。もう箱、でちょっともう一回見てみよう。アクティブ、一応アクティブにしとくか。じゃあ、うちの今の酒の状況ってどうなってんだっけ。警察はね、わりかしあるからね、大丈夫なはずなんだよね。ていうか観光客がさ、全然来てないね。あ、枯渇した、マジで。あ、ここ枯渇した、早っ。枯渇すんの早くない？油田みたいなの。飛行場って、ちょっと待ってね、時を止めて、飛行場どこだ、飛行場がどこにあるんだか分からん。あった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 、1万4000円か。一箇所のみ建設可能。飛行場はさ、でもさ、なんか離れてた方がいいよね。いや、ちょっと分かんないけど、あんまり関係ないけど、まあ、建設業者と離れすぎていますと、まあそれはしょうがない。とりあえず飛行場は、じゃあどういう向き、これ一回海のところにやって、あー、なるほど、まあ縦でも横でも何でも良さそうだな。こっちからこう来る感じか。だからギリギリのところに建てておこう。ここら辺に建てとく、ここにしよう。で、建設業者とはちょっと離れちゃってるから、道路はつなげましょう。こっからつなげるか、ウィーンと来て、もう分からん、ちょ、どこまで作った道路、今ここまでか。ちょっとずつ道路を伸ばしていかないとね。で、こうの、こういう感じでしょ多分。よし、 OK。 建設業者ってこっちあったよね、確か作った気がする。これ運送業者、あれ建設業者こっちに作んなかったっけ。これ何、宝石工場、あれ建設業者はなかったっけ。どっから来てる建設業者、ここら辺なんかなんちゃらキャビンみたいなやつだよね。これバラックだし、あ、これか建設業者、まあ、ちょっと遠いけど、いや、これマジで枯渇したか。いや、マジ金がない、あと一気に金がなくなった。あ、なんかできてるね。あなたの愚かな従僕のペヌルティーモは、隠しカメラを設置したガーデンを島中に作ることで観光客を監視しようと考えているようです。それに異を唱えるつもりはないと。有罪となったあなたから統治を引き継いだ際にもプラスに働く完全に疑っているのは、ガーデンを10建設する、国庫の没収金額が 4% 減少する。とは言ってもね、とは言ってもよ、金がマジでマイナスになる。あっぶねえ。今のちょっと待って、こっちじゃなくてこっち、輸出状態、金、あれ金増やせないよ。あ、最後の出荷、あ、マジか、金があれか、これはこれだよね、今これをやってるから、これの宝石は全然足りない。ラム酒、これさ、製造すらしてないの？ラム酒が止まるって言ってたもんね。いや、輸出してえなー。じゃあとりあえずこれに全船を割り当てる一気に宝石を
輸出してもらおう。でちょっと待って、なんかね、布告でね、いいのがねありそうな気がするんだよね。まあ、軍隊とかは今は必要ないから、まちづくり計画、植民地時代、建設許可、あ、違う、植民地時代はあれだ、交際は金借りるからいらない、選挙もいらない。これアクティブになってんね。国際研究プログラム、まあ、これもアクティブになってるか。社会保障もアクティブ、これもアクティブ。秘密警察、ゴミの分別、なんかまあここら辺やれって言ってたよね。感受性トレーニングとオーガニック思考か。外国人対応の研究が必要だから、いや、なんか特にいいのねえか。まあいいか。ガーデンっていくら？ガーデン、ガーデンどこ？こっちにある？ガーデン、ガーデン、あれガーデンなくね？ここでもないしね。あ、灯台とか作ってねえわ。あ、これやろ、これ。灯台はじゃあ、まあここら辺でいいや。で、税関もちょっと作ろう。輸出価格が上昇するって、すげえいいね。税関はまあ、港の方に建てておきましょう、ここ。銀行も建てておこう。銀行は縦長系だね。あ、ここが空いてるね。じゃあここに銀行作ろう。こうだよね。バンクって書いてあるからね。バンコだけどさ。で、タスクが来てますと。ちょっと待って、でもタスクってさ、今もうできなくないか。布告の発令も足りてないしな。葉巻とバナナの輸出が遅いね。ようやくバナナをちょっと輸出し始めたね。うわ、金がパクられてく。77円。もともと金を持ってなかったからな。プレジデンテ、来年は選挙の年です。この機会に、選挙絶対いける。超余裕だよ、今。選挙状況は。金がまた若干不足してきたね。金がないときに金が没収されたから、すげえ楽だわ。金の取引が完了した。マジかー。ちょっと待って、葉巻がどうなってんだ？ここら辺がもう少し稼働してくれれば。一箇所で動いてるからな。なんか道路つなげておこうか。やっぱね、回れた方がいいと思うんだよね。少しずつ伸ばしていかないと。なんかよ、うわー、曲がっちったよ。まあいいか、ほい。で、これバナナだっけ。どうする、バナナもう一個作るか。ガーデンだよ、ガーデン。ちょっと待って、ガーデンって何。庭かっていうのもあれだけど、これだ。美観を向上させる、これ10個作れって言ってたよね。え、ちょ、どういうこと。え、どこに作ればいいのこれ。てかガーデンって何、これ。ヤシの木みたいなやつ。これってさ、赤いところに置くとさ、良くなるとか、そういうのじゃないの？わかんねえな。なんか、間空いてるところにポコポコポコっと作りたい気がするけど。ここなんかな、空いてるよな。ガーデン、ここら辺に置いとく。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。意味あんのこれ。よし、ガーデンの新設が終わった。うおー、自動鉱山金。取り尽くされたか。ここが取り尽くされたら、結構痛いな。ちょっと待って、宝石工場がそうすると稼働しなくなるんじゃないか。
アメリカは進歩のための同盟という中南米、はい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 、プレジデンテ、我々はケーンを殺した犯人を探しているわけです。大使館ってどこだっけ。アメリカの大使館、称賛せよと。アメリカ人というのはパーティーの楽しみ方をよく知っています。関連しよう。まだ称賛はできないね。助けが来てるんで。プレジデンテ、我々はケーンを殺した。待ってね待ってね、そんなことにね、金よ金、今金がなくなってしまったんだよ。宝石工場が稼働しなくなっちゃうから。金ってここ1箇所しかなかったっけ。ちょっと待ってちょっと待って、最悪金をね輸入する必要があるんだよね。そうするとすぐこっちにしちゃうな。なぜか金は貯まってんな。あれ、これってさ、医薬品そこそこ高いね。ラム酒葉巻、ここら辺はいいや。いや宝石は半端ないよこれは。ちょっとただ今宝石が作れない、金も輸入ができないからな。いや自動鉱山やっぱ早いね、取り尽くすの。そうか、こっちの方って金なんかなかったっけ。ウランとかね、ウランが多いな。これは、あ、金だ、ここ伸ばそう。で、あっちの工場を一回破壊して、ちょっと待ってね、こういうふうに一回、ん?わからん。こんくらいか。で、金がここでしょ?ちょっと、道路を作って、うわー、遠い。めちゃくちゃ遠いぞこれは。あ、こっから伸ばせるか。あ、こっから行けるね。あれどっからだった。まあいいや、少し曲がったとしてもそれはもうしょうがない。なんか曲がった、大丈夫なんかぐにゃぐにゃになってる気がするんだけど、あんまり交差点とか増やしたくないからな。これにしようどっかで曲がったね。我々は選挙の結果をある程度操作、大丈夫大丈夫大丈夫、問題なしと。で、ここも自動鉱山にしよう。で、自動鉱山は、あなたは私の予想を良い意味で裏切り続けているわ。スイス銀行とかはいらないからな。娯楽を建設、これにしよう。これも予算を完全に割くと。プレジデンテ、私は震えています。うわ、あなたの選挙の結果が出ました。もう選挙とかいいわが収まりました。はい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 、はい、ちょっと待ってね、地震の立て直しをしないといけないから、全て再建と。で、ちょっとタスクが来てるけど若干厳しいね。我々は綿密なテストを繰り返しながら外国に住む。オーガニック思考いける。よし、布告発令しよう。で、オーガニック思考とかってどうなの、そもそも。水耕農園と工場式畜産場が活動停止すんのかよ。まあいいや、やるしかない。あそこの工場が活動停止するね。マジか。感受性トレーニングは、これは何、軍隊と警察官で自由度の値が低くなります。まあいいや、やろう。ほい。で、布告の発令が終わった。なんか出てきたよ服装悪魔とか気持ち悪すぎだろこいつ。こいつ何、女、若干年食ってる。気持ち悪顔が気持ち悪いんだよそもそも言いたい放題だけどさ。いや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 、ろくなのねえな。こういう感じしとくか。ちょ、こわもてでいこう。なんだろうな。
これかね。もういいわこれで。はい、終了。さてさてさて、キャビン、あれ、ここら辺がなんかスコップマークがついてるけど、どういうことだ。宝石工場でもまだ動いてるよね。まあいっか。謎だな。こっちでさ金を取ってさ、あっちで宝石工場があるって。でもいいのか、運送業者がちゃんとこっちから金をブイーンって持ってきて、ここで宝石を作ってここで輸出すると、そういう感じでいいのか。これが何なのこれ。あー、修復しよう。なるほどね、地震によってやられたんだ。あとなんかある、地震にやられたの。タスクがあるんで少しやりますか。アメリカ人は進歩のための同盟という政策のもとに我々に金を送ってきております。国家工業国家計画、富国関係はね、まあ、やればそのまま終わるからな。どれだっけ、工業国家計画、これか。1万円かかるけど基本建設地が半額になる。アメリカ人というのはパーティーの楽しみ方をよく知っています。1万円これしよう。また素晴らしい選択ね、プレジデント。はいはいはい、チーフ調査官のペヌルティーモは飛行機を使って検査。え、飛行場って俺持ってなかったっけ。飛行場を所有する、大丈夫だよね、これだよね。じゃいつの間にか飛行場できてたね。チャーター便収益増加やろう。外交用フライトやろう。で、あとできそうなのがキャビンだな。キャビン5つ。あれ、キャビンってまたここら辺ちょっとキャビン地帯にする。1、2、3、4、5、6個やっとこう。バナナがもう3分の1きたね。で、葉巻ももういけそうだね。観光客はどうなんだろう、これ。おお、飛行機が飛んできた。すげえ、かっこいい。で、マジか。で、そのまんま、じゃあ、道路から、ここの、なんだっけ、遺跡に向かえるようにしよう。ほい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 。あ、あとさ、そういえばさ、なんかあれがあるんだよね。駐車場。駐車場って何？近隣仕事場における仕事の質が上昇する。作っとく？どのくらいの大きさだこれ？こういう感じか。ここに行けるね。ん？どういう向きなんだ？ここに作っちゃおう、もう。とりあえずロードが入った。これ確かなんかオートセーブがかかるんだったっけな。駐車場 OK。 なんか区画が空いたところは駐車場でも作っとく。じゃあここってさ、なんか空いてる？そんなことない？え、空いてるわここにも駐車場作ろう。じゃあほい。ここら辺が割とごちゃごちゃしてんだよね。あと空いたけどね。産業廃棄物処理場、作んないとダメ？ちょっと危険になってきた。産業廃棄物処理場ってどこで作るの？ああ、今ここら辺、そういえばね、これね、お酒が稼働してないからね。あった、これか。近隣の汚染が減少する。電力供給外。こういうさ、赤いところに建てたらいいのかさ、緑のところに建てたらいいのかっていうのがいまいちわかんないんだよね。どう考えてもこっちの方が汚染してるじゃん。だってこっち汚染されてないでしょ。だこれも多分ね、汚染されてるところにね、作った方がいいと思うんだけど、ただね、あんまりあれだよね、こっちの方に作りたくないよね、こう気分的に。だって処理場なんてさ、街のど真ん中にあったら嫌じゃん。ちょっと
いや、ここに1個作ろう。あ、これで少しでもよく。うおー、止まってる、マジで止まってるわ、ここらへん。またなんか来たな。ほい。同志プレジデンテ、重大な知らせが入ってきました。環境保護論者である私の同胞によると、トロピコだけに生息する貴重な毛皮マスを絶滅させようと企てている者たちがいるようです。マジか、工場式畜産場の数をゼロにする、破壊しろってこと。止まってるからね今。環境保護論者の支持プラス15って言われてもさ、どうなのこれ。いや、これはいいや、ちょっとやらない。止まってるとはいえ、うちの大事な稼働源だからな。バナナの輸出が進んでくれればいいんだけど、やっぱりお金だな。宝石工場どうなってんだ、稼働状況。結構高いね。いや、やろうこれ。ちょっと全部今宝石工場に全てをかけよう、金もあげよう。一気に金不足になったけど、どこだ、これか。楽観的になりすぎるのはよくありませんが、どうやら東と西の関係が改善されつつあるようですな。で、キャビン4つ。平和の使者としてのあなたの奮闘はまさに感涙ものです。しかしながら、今回の件で我々がどのような利益を上げられるかについても考えておきましょう。ま、金だね。若干金がなくなってきたかな。ソビエト賞賛をしておこう。有効。こっちも有効だね。よし。税関ってそれは何なの。二重課税の回避、特別税。あ、スイス銀行はいっか。ほい、これやっとこう。プレジデンテ、もっと多くの観光客を島に引き寄せましょう。その中には施設ね。もう一回建てろってか。これやるごとにでも国庫から奪われる金がどんどん減っていくからね。どうしようかな。高級娯楽施設って言われてもね。研究ポイントって今どうなってんだっけ。次が柔軟なポリシー。核の平和利用とか。ああ、車ね、車ちょっと作りたいよね。あと14ヶ月でスーパーマーケット、これちょっとこの次にしよう。で、じゃあこっちのこっちで、これでいいでしょう。高級娯楽施設、じゃあ1個作りますか。またどこだ、パラグライダー場とか。うち高いところないからね。古代遺跡ってなんかこっちの方なかったっけ。そういえば、あ、ここにも石油があんじゃん。よく見れば石油とかってさ、すげえすげえ分かりづらいんだよね。つなげよう、せっかくだから。ここからこういう感じにつなげましょう。で、石油はこれをやらないといけないんで、ほい。一応ここ2つが稼働する状況か。そうすると金は金で頑張って掘ってくれてるからね。あれ、ここもなんかあるね。全然つなげてねえわ。ここから、待って待って待って、こんな感じ、ほい。で、ここなんだっけ。あ、ウランか。ウランも一応取っておこう。ウランもまあこれでいいよね。あと、じゃあここもいけんのか。そうすると、道路で、じゃあこっちからもどんどんつなげていこう。いいや、これでつなげよう。あれ、つながった、あれ今つながった、つながってなくね。よし、こうか。で、ウランはウランで、鉱山でいいや。あれ、核の平和利用を行う必要があります。マジかー、そういうことか。あれ、ここなんだっけ。ここは鉄か、まあ、鉄は鉄で、じゃあ取っておくか。こっちはひたすらあれだね。こう鉱山地帯。 OK。 でもうこっちの方はないよね、行けないからね。
じゃあここもこうなんでいきましょう。いやなんかだいぶ取り尽くす感があるな。タスクが結構ポン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 来るね。私はドイツの戦場から恋人のイワンが帰還するのを待つナターシャのごとく待ちきれない気持ちでいっぱいです。娯楽施設3つ、はいはいはい、真面目に対応して正解でしたな。両大国の連中は緊張緩和への道をかなり真剣に模索しているようです。このさ、飛行場を一つ所有するってさ、なんかすげえかぶってない？平和の使者としてのあなたの奮闘はまさに甘類ものです。いいよ、金で行こう、金で。あ、待ってね、高級娯楽施設もじゃあサクッと作っちゃおう。どうしよっか、オペラハウス作るか。じゃあじゃあオペラハウスはここら辺に建てましょう。これどういう向きだっけ、こんな感じか。え、本当にそうだよね。よし、じゃあここに作ろう。あとは娯楽施設、普通の娯楽施設って何、娯楽と環境でいいのかな。サーカスとかあるよ、無料で作れる。そうだね、なんかやったんだね。サーカス作っとくか。サーカス、まあ、じゃあせっかく空いたから、これはどういう向き、もう向きがマジで分かんない。これ後ろか。じゃあここに作ろう。サーカスで3つだよね。ビーチサイト、これビーチサイトちょっとあっちに作ろうか。サーカスこっちに作った方が良かったかな。まあいいや。ビーチサイト作ってみよう。これ何、海岸に設置する、どういうこと。おう、あとはレストラン。これがさ、なんかこの街の中に作ったらいいのか、それともこの観光地に作った方がいいのかっていうのがいまいち分かんないかな。酒場とか完全に機能してないからね今。ビーチサイト、じゃあもう一個作っとく。ここら辺ビーチサイトビーチサイト群にしようか。難しいんだよね、こういう海岸に配置するのって。金は金ですげえ溜まってきたな、いつの間にか。ここら辺の建設がね、早く終わってくれれば。早っあれ、産業施設ってなんだっけ。ちょっと待ってね、なんかまたどんどん分かんなくなってきたな。産業、これでいいの、家具、板材か、製薬工場。製薬工場って作んなかったっけ、これだっけ。あ、そうだよね、なんか輸出してるよね、天然素材、薬を生成できる。一番発生高いけどやろう。私は以前に家出してサーカスに入ったことがあるって話したかしら。あれは本当に素晴らしい2年間だったわ。オペラハウスは結構三本オペラ、私が怒りすぎてるってことで追い出されちゃったんだけど。庶民もオペラに来やすくなる。いや、あの頃の仲間たちが恋しいわ。ちょっと夜やろう、警察署。プレジデンテ、こいつは素晴らしい発見です。これまでで一番素晴らしい発見と言っても過言ではないかもしれません言うことがなんかすげえ単純だな。私には分かっていました。あなたは共産主義者ではない人物の仮面をかぶった共産主義者であると。住居5つ、建設可能、これにしよう。で、警察署ちょっとあれしよう。消防隊と無線システム、これも入れよう。これなんだっけ、図書館、よし、これもやろう。これなんだっけ、図書館どん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 ちょっと5万円くらいになるまでは金をつぎ込んでいこう。大使館はまあ大丈夫か。さあ、踊るラマ、ほい、よくわかんねえよアメリカとソビエトの連中が本当に争いをやめるかどうかは分かりませんが、こうした会談が意義のある行いであることは間違いありません。まあ、観光客がねどんどん来てる間に街を発展させていきましょう。高校、高校はどうする、近代教育は無理、あれどっちがどっちだ、銀行、海外保険やろう。特に維持費とかがかかるわけじゃないんで、そういうのはねちょっとどんどんやっていきましょう。もうほいほいほい、診療所も入院産婦人科、わあ金が減っていく、食料雑貨店直営
ちょっと待って、直営って今さ何だった、これやめることできないの。まあいいや、警察署、警察署は結構重要だからね。消防隊と無線システム、バラック、これなんだっけ。あ、警察署か、普通に博物館、社会科見学、ほいで、ちょっともう一回あれを見よう。石油輸出する？あ、待って、サインができないのか。ちょっと待ってね、宝石がもう最後の輸出か。早いな、やっぱり。ちょっとじゃあ今、医薬品に頼ろう。チーズなんて今作れないしね。いや、宝石がでもなくなるとな、ちょっと厳しいかもな。国際サミットか、そうかそうか。富国国際サミットってどこ？あ、これか。1万円か。今後5年間、あらゆる対象との有効度が20上昇しますし、OK。やろう。平和の使者としてのあなたの奮闘はまさに寒類ものです。どっちだっけ、しかしながら今回の件でアメリカにしようで、なんかできたよね、アメリカってなんかが輸出できた気がする。これだ、これ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 、石油割り当てとこ、三石、ボーキサイトもいけるか、ボーキサイトも割り当てとこ。そしたソ連との関係がだいぶあれだね。ちょっと待ってね、ソ連なんかしときたいね。ソビエトか。有効度。ウールをじゃあ輸出しとく？ウールとかって作れるっけ今うち。あんまり、あ、でもソビエトはここか。ここでやってるからいいっちゃいいのか。まあいいや、これでちょっとやっていきましょう。産業施設の新設、産業施設って何か作ったんだっけ、作ってないんだ結局。チーズ工場、ミルクからチーズ、缶詰、家具、製薬会社だってあれでしょ、製工所、繊維、家具工場を作る。どこでさ、キー取ってたっけ？ここら辺だったよね、伐採キャンプ。じゃあ、ここ。ほい。これ、伐採だよね。ここら辺が止まっちゃってるからな。お酒とかもうアクティブから外しちゃっていいのかな。輸出は多分悪くないよね。全然悪いけどさ。悪いけど、でも金はなんかやっていける気がするんだよな。飛行場ってなんかあるんだっけ。あ、チャータービンとかやったか。なんかここら辺のさ、キャビン村とか、まあ、特にできないか。あ、なんかできてるね。 VIP ゾーン、裕福な観光客。いや、 VIP ゾーンやろう。 VIP ゾーン、港は特になし。うわ、バラック、そうだよね、ここら辺にやっぱ住みたい人もいるもんね。そうだよね。じゃあちょっと飛行場の近くにあれを作るのはやっぱあれだから俺的によろしくないから、じゃあここら辺少し住居建てますか。マンションとかはやっぱりあれだから一般住宅だな。高級って感じでもないしね。一般住宅をじゃあ建てていきましょう。これは後ろだからこう。3、4、マンション、アパート、マンション結構でかいもんね。まあいいや、ここをちょっと住宅街にしますか。なんか一個空いちゃった気がするな。まあいいや、まあみんなここに住んでくれ。ほい、
ってさらに何か作るか。じゃあスーパーマーケット的なやつ、ファミリーリゾートとかね、クルーズ船、何がいいんだこれ、本当にわからん。ファミリーリゾートはだってすげえコスパ良さそうだよ。あんまりさ緑がないけどね。どうなると緑になるのこれ。あ、ここら辺効果高いな、90とかある。よし、じゃあファミリーリゾートここに新設しよう。入り口どっち、入り口こうだよね。ここはじゃあファミリーリゾート、ほい。これはカントリーホテル、エコ志向、アシエンダ文化志向。なるほど、多分そうなんだな。あの博物館とかあったりすると近くに泊まりやすくなるのかな。ただね、満足度も 91% あるからな、めちゃ高いな。バナナの輸出がなんかそろそろいけそうな気がするな。反体制派が流入しました。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待てよ。軍縮に向けた流れを主導しているみんなわけですし、我々も何らかの形で意思表明をするべきかもしれませんな。あ、でも軍事施設一つ破壊して国庫に3万だったらすんげえ安いやつ、軍事施設破壊しよう。プレジデント、もっと多くの観光客をし、あ、これね、高級娯楽施設ちょい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 来るな。軍事施設って監視塔じゃダメなの、この監視塔。いや、スミスハートとかちょっとどうでもいいわ、ちょっと破壊しよう。これ破壊してみよう。いや、これで3万入ればさよくね。あー、なったっぽい。いや、金がめちゃ増えたわ。ただここの監視塔は必要だからな、もう一回建てよう。1500円で建てられっかんね。でこうでしょ、15万円になってんだけど、観光客は結構来てるね。じゃあ高級娯楽施設一つこっちの方に作りますか。何を作ろうかな、キャバレーとかな、カジノとかな、なんかやっぱあれだからな、オペラハウスか。住民と観光客だからな、なるべく観光観光客目当てで行きたいんだよね。そんなのはないか。カジノか、カジノ作っちゃうか。カジノ街みたいなのを作るか。そうするとこっちの方伸ばそう。じゃあちょっとね、道路、まずは道路で区画整理をする。ここから伸ばしてこう、まず一つ道路で、ここの区画も一つ作りましょう。で、そうだね、ここをちょっと高級娯楽施設カジノ作っちゃおう。どういう向きだこれ、こうか、少し離そう。ここだな、ここ、いや14万とかめちゃくちゃあんな。これさ、クリアするとさ、金がさどうなんだろうね、なくなるのかな。それだったら今のうちにさ、もうめちゃくちゃいろいろやってきたよね、食料雑貨店とか。予算が20増加する。うおー、マジか。それはそれでだな。アパートってさ、質がどんどん悪くなるんだよね。電力化、供給範囲外です。近代化、うお、22,000円、全部か、全近代化か、しよう、全近代化にしよう。すげえ。タスクがいっぱい。どうしプレジデンテ、革命に暗雲が立ち込めています。はいはいはい、新たな、ね、アメリカがミサイルの一部をトロピコに、3つか。今あれだからね、マンション1つ建てますか。じゃあマンション
一個こっちの方に立てる？ここにバラックがすっげーあるんだよな。何なんだ。住居マンション道路に隣接してればいいんでしょ。まあいいや、じゃあここにも、まあ、住める人は住んでくださいという感じで、向きが本当に分かんない。これこう、ちょっと待ってね。いやこう、こっちの方だよ。どっちだ、すげえ分かんねえ、すげえ分からんぞマジで。意味不思議だろ。まあいいや、この向きで。マンションなんかでかくしたりできんだね。まあ適当にここと。バナナがあと1200くらい、違う2000くらいだ。ここら辺の称賛をしておきましょう。有効度は両方とも来てるね。ってことは廃棄物処理場だ。作ろう廃棄物処理場。どれになるんだ。廃棄物処理場は、あれマジでどこだ。探すの、あった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 。苦労するんだよね。電気使うのか、マジか。ここも電気があって、廃棄物処理場を作ると、うお木がなぎ倒されてったんだけど。廃棄物処理場を作るためにさ、電力会社を作るっていうのもどうなの。発電所、向き的にこういう感じにしよう。魚のとこに発電所があるのか。まあいいや、作っちゃおう。とにかく作ろう。で廃棄処理場も作んないといけないから忙しいね。廃棄処理場はこれか。まあこっちの方に一つ作っておくか。じゃあここら辺なんか建てたい。建てられない、傾斜してるか。ここならいける。ほい。ソビエト政府はトロピコとの永遠なる友好関係を表明しました。おかげで私が少なくとも2人のロシア人に、まあ、こっちでいいでしょう。でもう一つ廃棄処理場、こっちの方だな。そうすると向き的にはこうだから、ここにやると、うわ廃棄処理場の隣になんかな、あれがあるっていうのもな。農園があるっていうのもな。これでバランス自体は悪くないでしょう、多分だけど。あ、観光客がそろそろ来そうだね。ここ機能してなくね。電力が足りてないの、マジか。発電所いいや、もう一個作っちゃおう、金あるし。発電所ここをカバーできるように一個こっちの方に作ろう。あんまり遠すぎるとね。遺跡の近くに発電所、空港の近くに発電所。まあいいや、これ即立てでいくら。うわ8000円は高い。あと待ってれば勝手に観光客来るかな。227人。ここら辺のバラックがすげえ気になるんだよな。少し道路をつなげよう。
旦これも海まで行こう行けるとこまで行こう。こんな感じで、あとはなんだかよくわかんないけどこっちの方もつなげよう。こんな感じで、こんな感じで、こんな感じで、浜辺になんか建てられる、あのリゾートなんちゃらみたいなの建てようか。どれだっけ、なんか海に建てるやつ、あれ海に建てるやつどれだ、あビーチサイドこれだ。いいんじゃんここら辺建てて、向きがマジで分かんない、何これどんな向きだ、これでいいか。プレジデンテ、レオン・ケーンを殺害したと証言する旅行者が見つかりました。これで我々の捜索活動も終了ですな。正直言って彼が本物の犯人なのか単なる目立ちたがりのバカなのか私には分かりません。ただ不思議なのは彼はレオン・ケーンに非常によく似ており、殺害の1週間前に2人が会っていた形跡がある、ですので彼が本当の犯人である可能性も否定はできない、いずれにせよ彼の告白によって新世界機構におけるプレジデンテの汚名も晴らされるでしょうということで、とりあえず終わったかな。じゃあ金がね16万あるけど、それが没収されるのかどうかだね、次のマップに行った時に。もう一つのねバオバオも結構いいマップっていうか結構作り込んだはずなんで、期限内に各保有国になれ、ということで、じゃあ次回はミッションマットをやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。